おはようございます。昨日京都行ってきたんで、この桜の塩漬けを買ったんで、これおにぎりに混ぜると美味しいみたいなんで、ご飯に混ぜて桜おにぎりしてみます。正月休みやし食べようと思って、お餅2個ぜんざいにします。できました。この塩桜で、でグリーンティー入れました。めっちゃ美味しそう。それではいただきます。